こんにちは、えのき商店です。今日は日課のカフェジンをご紹介いたします。こちらはですね、ウイスキーで有名な日課さんが出しているジンなんですけれども、日本のクラフトジンにおいて結構ね、なんか隠れた根強いファンがいるジンになります。こちらのね、特徴としましてはスピリッツが特徴的です。他のね、ジンってこだわってますっていうとボタニカル、ジンの香味成分ですね、それにこだわってることが多いんですけれども、この日課さんのカフェジンはの液そのもの、スピリッツっていうんですけれども、そのものにこだわりがあります。原材料はですね、モルト、大麦の発芽させたものですね、麦芽、モルトとトウモロコシを使ってるんですけれども、このね、連続式蒸留機カフェスチル、これを使って蒸留するとですね、の麦芽、モルトとかトウモロコシの甘みとか香りとかね、そういったほのかな感じが残ったスピリッツができるんですね。でそれにボタニカルをつけるので、ジンの香りはもちろんするんですけれども、そのスピリッツそのものも美味しいという仕上がりになっているんですね。これはですね、やっぱり蒸留スピリッツの作り、こだわりそのものを突き詰めてきた日課さんだからこそできる一本かなという感じがしますね。ちょっと他とはまた違った感じの味わいですので、ぜひお試しいただければと思います。これのね、ジントニックとかね、もうハマっちゃってどうしようもないという人も見かけますので、ぜひお試しください。こちらの商品、えのき商店のネットショップで販売しております。概要欄にアドレスを記載しておりますので、そちらの方からお買い求めいただけます。ご視聴ありがとうございました。